はいどうも、お疲れ様です。また増税をするそうですね。またこの、ガン首揃えて鈴木財務大臣、国民の理解得れるように説明が必要だと。あの、いくらね、くっちゃべったところで、理解は得れませんよ。で、強制的にやるわけでしょうん、まあ、おためごかしってやつですか。それよりもこの前の、ほら、自賠責保険盗んだ6000億、どうしてくれるんですかね。で、人から盗むけども、さらに追い打ちをかけるように増税ですか。いや大したもんですね。 えー、まあ、まさに、制度化した奴隷というかね、私たちは悲しい運命におりますけども、こちらの鈴木ラメ大臣は制度化、制度化された、あもう、盗賊等も言えるんではなかろうかと思います、えー。防衛費の増額で不足する財源を賄うため、これもね、外為特会でわけですよ。ね、これは。政府、与党が増税を検討していることについて、 鈴木財務大臣は国民の理解が得れるよう丁寧に説明する必要があるという認識をしました。どうせ喋りが下手なんだから、どう丁寧に説明したところで、えー。怒りを買うだけですよ。なんでこんな下手なんですかね、喋りがね。<笑><笑>政府与党は防衛費の増額では、歳出改革や予剰金を活用しながらも不足する1兆円余りの財源を賄うため、2027年に向かって段階的な増税を検討することにしていますと。ね、だから増税をするんではなくて、 え、所得をね、倍増すれば、税率は同じでも、税額は高くなるわけでしょそういうふうな頭がないんですかねこの人はね。頭が剥げちゃったんですかねうーん。一方よ、党内から財源を国債で賄うべきだという意見があるのに対し鈴木駄目たちは一般論としたかって一般的じゃないっていうの。 何が一般論 <laughs> 何が一般論だよ、こいつは。<laughs> えー、国債を安定的な財源として行き継げる難しい。難しいのをどうにかするのがお前の仕事だっていうことだよ。で結局ね、そこの財務大臣さんは難しいことができないんですよ。で、簡単なこともできないんですよ。で、丁寧な説明もできないと。何ができるんだというね。<laughs> このおじいちゃんになって、もう町内会の会長でもやっとけって話ですよ。で、官房長官。防衛、えー、装備、えー、調達コスト、削減などを着実に推進と。 ね。頑張ってよ。浜田防衛省とかね。歳出改革に最大限努力する方当然って。今までやってなかったんですかってことですよ。自民、世耕幹事長。えー、状況は熟していないのではうん、そうですね。まあ自民党自体が半熟というかね、未熟というかね、卵みたいなもんでございますね。立憲泉代表はもう論外ということで、この人はね、もう別に政治家でなくていいですって感じですけどね。皆さんどのようにお感じでしょうか。